田辺博信は日本中央競馬会の機種。JRA 及びマスコミ各社の表記ルールにより一部の地方競馬を除いて競馬中継や新聞、雑誌では田辺博信と表記される。父親は JA の職員、母親は主婦という一般家庭に生まれる。妹と弟がいて3人兄弟の長男。競馬との接点は父親が競馬ファンだったことによる。 2002年2月に JRA 競馬学校騎手課程を第18期生として卒業式種免許を取得し、小西和夫級者に所属する。3月2日に初騎乗。中山競馬第2競争で9番人気のアルファジェネラスに騎乗し発着。3月21日に高崎競馬場で地方競馬初騎乗。弥生特別でシアトルドータに騎乗し、 11頭立て8番人気で11着だった。8月3日に、新潟競馬第12競争で4番人気の日の出ツートンに起乗し、初勝利を挙げた。2004年4月25日、重賞初起乗となった福島品馬ステークスでは、14番人気の当選リリーに起乗して16着だった。2009年8月30日のキーインランドカップでは、 モルトグランデに帰乗しに入選を果たす。このまま確定すれば、重傷発連隊であったが、2010年6月19日、福島競馬第11競争のアダタラステークスで、立党、松田博士級者所属のアドマイヤマ人に帰乗して勝利。これをきっかけに、松田博士長教師の信頼を得ると、他の立党の有力級者からも依頼が増えるようになった。2011年4月24日の、 アンタレス・ステークスでは、立党、吉田直弘旧社所属のゴルト・ブリッツに起場して、勝利し、デビューから10年目で、初重賞勝,勝利を飾った。8月8日、3年前に知り合い、この年から交際していた、一般女性と入籍した。同年は88勝を挙げ、全国リーディング7位、関東リーディング3位と躍進し、中央系脇種年間ホープ賞を受賞した。 2014年2月23日、フェブラリーステークスを16頭立て16番人気のコパノルッキーで勝ち、GI 初勝利を果たした。サマージョッキーズシリーズでは、七夕賞、関谷記念、京成杯オータムハンデキャップ。WSJS では、2戦目のファンタスティックジョッキーズトロフィーで勝利を挙げ、総合成績では、戸崎啓太と並ぶ3位体に入った。2016年2月1日、 小西休社所属からフリーとなったが、バレットはその後も、小西の娘である、小西ゆきが務めている。起乗依頼仲介者は、優馬の坂倉和とも、ありがとうございます。